皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はガンダムトライエンジオペレーションエースのファミ通紹介をしていきたいと思います。注目情報、今年で7周年のガンダムトライエンジのバトルはエースが勝利の鍵を握ります。新シリーズ登場、エースカードがガンダムトライエイジ、ガンダムシリーズの人気モビルスーツとパイロットを組み合わせて3対3のバトルを楽しむデジタルカードゲームガンダムトライエンジがついに始動7年目です。オペレーションエイジエースの名が施された本シリーズではお気に入りの部隊を大幅強化されできるエースシステムが導入されていて、そのシステムが勝敗を大きく左右する新ルールが登場しました。新たに追加される魅力的なカードを使いこなして戦い抜きましょう。ほぼ全てのシリーズから機体とキャラクターが登場しています。最新作ガンダムビルドダイバーズも早速参戦します。最強の正体を作り出しましょう。最新シリーズのモビルスーツが早速登場参戦、ガンダム00ダイバーです。能力上昇と特殊効果発動で正体の要にエースシステム、3部隊とイグニッションカードで構成されていたシリーズ伝統の正体構成に、部隊の核になるエース機を、設定するシステムが追加されています。エースに選んだ機体は、自身や味方の能力をアップさせるほか、敵部隊を弱体化させることなどの効果が上乗せできて正体を強化できます。エースをどの機体にするかは自由に選択可能です。エースマークに注目しましょう。エースマークが封印されたカードは任命的に別々の個別の効果が発動されます。1カードとは補給カードとは違った、活躍が期待できます。エースの効果はパイロット両方のカードに設定されています。エース効果が戦局を変えます。エース効果は発動のタイミングも様々です。発動ターンを意識して戦うのも重要です。カードがどうクロスボーンビルドシリーズをフィーチャー新規参戦機体、オペレーションエース第1弾は現在テレビアニメ放送中のガンダムビルドダイバーズ、本作2作目のビルドシリーズの人気機体もキャンペーンカードで復活します。さらに払い出しカードでは機動戦士クロスボーンガンダムの主役機、主要パイロットが揃い踏みする予定となっております。稼働開始と同時にキャンペーンがスタートします。オペレーションエースの稼働を記念して5月24日からキャンペーンがスタートします。対象店舗に来店すればエース効果付きのガンダム00ダイバーの、プロモーションカードと、プレイデータを記録できる IC カードが無料で手に入ります。あらゆるガンダムゲームに先駆けてゲームダブルをダイバーが先導します。7周年アニバーサリーカードはライバル機がテーマです。シリーズ5周年目から導入されたアニバーサリーカードは今年も健在です。7周年目の作品は各シリーズのライバル機が黒く光って輝く特別な仕様でカード化されます。ザクスシャア専用機、カードは、スタービルドストライクガンダムビルドストライクコスモス神キバーニングガンダム、ライトニングガンダム
フルバーニアン、スターウィニングガンダム、スターウィニングガンバム、ガンダム、ジム3、ビームマスターが今現在分かっている情報です。エースの撃破で決着する新ルール、エースバトル、エースシステムの導入とともに不変だった対戦ルールも調整が施されました。これまで通りの3本選手に、先に3本追撃した側が勝利のルールに加えて、エース機の撃破が勝利条件になるエースバトルが、追加されていて、相手のエース機を見つける検索や、容器をいかに活用するかなど、従来のルールとは違った読み合いが要求されるバトルになりそうです。エース撃破ルールは対戦前にランダムで決定して、チームバトルとエースバトルに両方対応した戦略を練っておきたいです。エースの発掘発見強化が勝利を握ります、左右します。そうですね、エースが発見された、自身の相手の機体がエースかどうかはダメージを与えることでカンパできます。エース機以外の攻撃撃破するものも意味はあります。両機を落とし続けていれば自分のエースの火力が大幅アップします。エースバトルの大会が全国の店舗で早速開催されます。ガンダムトライエンジに力を入れている店舗コロニーショップでは、6月から早くもエースバトルでの大会を開催されます。大会に参加すれば通常のゲームプレイでは払い出されない限定カードが手に入ります。さらに優勝すればゲーム内で使用できるパーツも手に入ります。まあ結構便利なの、いや特典が結構ついてますね。まあいろいろありますけど、まあそうですね、なんかカードゲームですかね、ガンダム系の。まあよくわからないですけど、今回はこの辺でガンダムトライエンジ、オペレーションエースのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。